どうも、いよいよ自転車を置くとこがなくなりました。ケンタさんです。はい、ということで、ついにキャパオーバーです。何かを売る、何かをばらさないとですね、もう僕の部屋に自転車が入らないという状況が生まれております。広い部屋が欲しいね。もうここから、1、2、3、4、5っていうぐらいの部屋が欲しいですね。撮影部屋は別みたいな。ぐらいの環境が欲しいなと思っております。どうですか皆さん、クリスマスね、素敵なクリスマスを過ごしてる方もいれば、淡々と自転車に乗ってる人もいると思います。はい、まあいろんな人がいると思うんですけども、まあ私はですね、ここ3日間朝ごはんがクリスマスケーキになっております。嫁さんがそんな食べれず、結局俺が一人で食べるみたいなね、状況が今生まれております。誰ですか？ということで、今回ですね、クリスマスももう終わりということで、ちょくちょく僕自分のグッズみたいのを作ってるんですけども、今回は、まあ、正月に向けてちょっと福袋企画やりましょうよってお話があったんで、こんなのやってくださいよっていう感じで、お願いしたものが届いたのでご紹介します。今まで僕福袋ずっと自転車福袋っていうのをやってたんですけども、やってたっていうか買ってたんですけども、ついに自分自身でプロデュースしちゃいました。まあそんなね、めちゃめちゃこうドーンっていう感じじゃないんですけどね、まあ軽い感じでお楽しみ袋的なものをまあ軽く作ったので、まあ今回ご紹介しようかなというふうに思います。こんな感じです。こうね、ちょっと光がピシも飛びまくりなんだけども、こんな感じで、まあ、よくある、いい感じのサコッシュ。反射材がついていて、裏をめくると、こんな感じで黄色いタグがついてて、これも反射する生地が使われてて、ここをね、ニョキニョキっとめくると、伸縮性のある、まあなんかカラビナっぽいものがこうね、ついてます。ちょっとしたこう鍵なんか入れるのにすごく便利なのかなと思って、とりあえずこれつけてくださいよ、ということでお願いしました。はい、明るくします。今回ね、中に入れたものは、またね、全部今まであったものじゃなくて、全く新しいアップデートしたものを入れてます。僕、半袖タイプのボーダーを作ったんですけども、この中にそれを入れてます。しかも、長袖タイプのものにしました。あの、ボートネックのやつで、生地分厚め。これはマコバってメーカーですけども、有名ところだとオーシバルとかね、結構皆さんご存知かと思います。かなりがっちりしっかりとした生地のボートネックですね。後ろをペロンとめくると、まあ前回作ったみたいにこうポケットをねがっついてます。伸縮性のあるクールマックスっていう生地のを使っているので、よく伸びる、ポケットをね今回も入れました。で、今回ね久々にね作りました、キャップですね。はい、まあちょっと王道な感じなんですけども、こんな感じのキャップを作りました。オールブラックにめくるとドンという感じでね、ゆるぷたって書いてあるねキャップをちょっと作りました。こんな感じですね。今まで僕が作ってたキャップってこうメッシュの生地だったんですけども、今回はもうカジュアルにと思って、メッシュじゃなくて本当コットンの生地でできたキャップをお願いしましたね。なんですごくこう見た目はカジュアルな感じで、めくるともっとこうなんか緩い感じになります。はい、ヘルメットかぶるとねこんな感じになってます。ぐるっとこのキャップをかぶれば時速25キロ以上出しませんよというね、アピールにもなります。はい、っていうね感じで非常に緩い感じになってます。肌に当たる部分は汗とかかいても乾きやすいように、で後ろはこうね、伸縮性のあるゴムを入れてるので、まあ一応フリーサイズにはなってます。よっぽど頭がでかくなければいけると思います。はいですね、という感じで、まあこの3つを作ったんで福袋っていう形でやることにしました。で、何が福袋かというと、これとこれはまあ 100% 入ってて変わらないんですけども、バックポケット付きの
ロンティーの色が何が入ってるかわからない仕様になっております。はい、実際に着てみました。こんな感じです。こんな感じにサコッシュも一応ついてるよみたいな、そんな感じで税別1万円ジャストですね。税込みだと今だと多分1万800円になると思うんですけども、これで、まあ、販売することになりました。まあ、僕はちょっとね在庫してないんで、全部販売元が在庫してて僕はデザインを起こしただけなんで、どんぐらい在庫があるかよくわからないんですけども、まあ気になる人はねぜひ下の概要欄からチェックしてもらえればなというふうに思います。一応このボーダー、ボートネックのボーダーなんですけども、何が入ってるかわかんないです。色の数、色の雰囲気、何が入ってるかというと、この画像今ポン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 ってね、たくさんの種類のロンティの中から1枚入ってますので、そういった意味で福袋っぽいシチュエーションを作りました。まあ何が当たるかはお楽しみということで、ね、そこはねお正月っぽい感じがしていいんじゃないかなというふうに思います。ということで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。ぜひね興味がある人はね下の概要欄から見てみてください。また次回の動画をお楽しみに。お疲れ様です。